代表質問で光った存在感、自民党のプラン A に対して日本維新の会がプラン B を出す大きな意義とは何か、メディアや有識者のコメントから今日は考えてみます。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は1月の23日の日曜日にこちら収録をしております。まあ、先週ですね、衆参両院での代表質問が終了いたしまして、この代表質問に対するですね、各メディアの評価や、まあ、有識者のコメント、学者さんとかのね、コメントの方が一通りで揃ったと思います。まあ、手前味噌ながらですね、我々日本維新の会、今回衆参両院でですね、それぞれ違った角度からかなりね、存在感を示すことができたんじゃないかなと自負をしておりますけども、今日はそんなことを日経新聞の記事を見ながらちょっと皆さんにお伝えして考えていきたいと思います。日経新聞の記事です。新資本主義、コロナに集中、代表質問、指揮者の見方は、ということで、まあ、日経新聞さんが代表質問にどんなことに、ね、時間が費やされたかとかですね、これに対して、この各界のですね、有識者はどう見ているのかということを、結構詳細に書いてくださった記事があるんですけども、まあ、今回経済対策が一番ボリュームが多かったと。もう3分の1ぐらい経済対策で、外交安保、新型コロナ、まあ、こうしたことがですね、今回の代表質問の大きなテーマとしてあったという中で、でこの中でですね、この政治学者の森正さんと読むんですかね、愛知学院大学の森教授のコメントはこんな感じでした。立憲民主党の泉健太代表は、提案というよりも抽象的な目標に近いものだった。本当に提案を目指すのであれば、対抗する予算案を作るぐらいしないといけない。日本維新の会の馬場伸幸共同代表は、新型コロナウイルスを感染症法上の2類相当から5類相当に引き下げるべきだと主張した。岸田政権とは別の方針を示せた。ということで、立憲さんはちょっと曖昧だったんじゃないか。それに比べて日本維新の会は、まあ、あの、2類5類、まあ、いろんな論争がある分野ですけども、政府と明確な違いを、スタンスを示すことに成功したということで、あの、高く評価をいただいたわけであります。で、もう一方ですね、佐藤綾子さんというですね、パフォーマンス心理学の、ハリウッド大学院大、ハリウッド大学院大学、教授のコメント、これがね、非常に興味深かったんで、ぜひ皆さんに、共有したいんですけども、こうしたコメントを述べておられます。代表質問の場を最も効果的に使っていたのは、日本維新の会の馬場伸幸共同代表だ。岸田信夫首相の新しい資本主義に対し、日本大改革プランを提示し、A 案と B 案のどちらが良いかと迫った。人は心理的に二者択一の両方を否定するのは難しく、どちらかを選ぶ傾向がある。テレビなどを通して国民に選択肢を示し、自民党を支持しない層や新しい資本主義に不満のある人に効果的に語りかけたということで、ちょっとびっくりするぐらい高評価をいただいてしまってありがとうございますという感じなんですけどね。まさにね、これが私たちの狙いの一つ、別に全部ではないですけどね、こう心理的な効果というか、ちゃんとこうプラン A に対してパッケージでプラン B をお示しすると。で、これとこれならどっちが果たしていいんですかということを、この自民党にも、そして国民の皆様、有権者の皆様にも示していくということはね、まさに私たちが衆議院選挙の、公約を作ったとき、そして日本大改革プランを作ったときに狙っていたことの一つではあります。で、あの、この二人の有識者の方々が指摘をしているようにですね、今の野党第一党は、残念ながらこういう対案提案を示してこなかったわけですね。政府与党が出してくる案に対して、いや、これはダメなんじゃないかとか、ここはもっとね、こうしなきゃダメだ、実現不可能だ、説明責任が足りないとか、こういう上げ足を取ったり批判をすることは絶望鋭くやってきた。でもじゃあ政府の案、このプラン A がダメだったら、私たちだったらこういう案を作り上げるぞと、でこの案とね、どっちがいいか比べてくださいよという、こういう投げかけというのは、これまでの野党はほとんどやれてこなかったわけですよね。まあ、そこに対して我々日本維新の会は、まあ、まだまだ不十分な点はありますし、いろいろな突っ込みを受けますけども、仮にもですね、やっぱパッケージで日本大学プランというのは、社会保障と税制と成長戦略というですね、この3つが三位一体改革で、トータルパッケージで、あの、自民党に代わる対案、政権運営構想を出したものですから、今のやっぱり社会保障制度だって年金制度を含めもう限界が間近に迫っている。そして岸田内閣総理大臣の新しい資本主義ははっきり言って何言ってんだかわからないと、新自由主義は行き過ぎた行き過ぎたって言いますけども、果たしてこの日本にですね、本当の自由活発な競争とか規制緩和があったのかっていうのは、むしろそれは不十分なんじゃないかと、不十分なんじゃないかということで、まあ、皆さん疑問を持ってるわけですよね。この疑問を持ってる時にですね、じゃあ我々日本維新の会であれば、それをパッケージでこうしますよということが、まあ、お示しできたということで、この対案をね、2つが訴状に上がると、なんかこう
こうどっちかやっぱり、ね、有権者選ぶわけですよね。ただ A 案だけあって、 A 案ダメだダメだって言ってる A 案の方か、 A 案をダメだと言っている人たちのこの二択だと、やっぱりなんか酔ったっても確かに A 案も良くないけど、でもなんかこれこの人たちも批判だけしてるからな、じゃあまあ勝共で A 案でいいかっていう風になっちゃうわけですよね。でも A 案と B 案があればどちらかを有権者は選択をしてくれるわけですから、 A 案に不満がある人というのは当然 B 案になって100点満点じゃないとは思いますけども、2つという選択肢がポンってくればですね、 A か B かって言われればどっちか選ぶわけですよ。そしてやっぱりこの A 案に不満な、自民党に不満を持っている方々は B 案を唯一出している日本維新の会に興味を持ってくださると、まあ、いうことで、まあ、ここまではねこの対比をこう含めて、まあ、なかなかうまくお示しできたんだというふうに思います。でここから通常国会、来週からはですね予算委員会が始まりますので、まあ、代表質問というのは、まあ、一括質問一括答弁という形でブワッとこう原稿を読んで、向こうもブワッと原稿を読んでくるということで、細かい議論は深まらないんですけども、この岸田内閣総理大臣が出している新しい資本主義とかデジタル田園都市構想とか、まあ、よくわかんない、まあ、お題目がいっぱいあるんですけども、具体化されないこのパッケージプランに対してですね、日本維新の会であればこの部分も対比しているのが、もう税制だったら維新はこう、成長戦略なら維新はこう、社会保障政策だったら維新はこうということを一個ずつですねぶつけていってですね、 A か B か有権者に選んでいただきたい。もう止まるのか、進むのか、停滞か、改革か、まあ、この選択肢をしっかりとですね、示していきたいと思いますので、ぜひ来週からの予算委員会にもご注目いただきますようお願いを申し上げまして、そしてこの YouTube チャンネルでもチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。